ちょ、やばいじゃん。バレたじゃん。鬼ヶ島ヒカル。違うんだけどね。違うんだよ、ととまる。違う。これには事情が。不倫がバレた亭主みたいな。何が違うんだよ。学生証の写真、お前じゃねえかよ。いや、そうなんだよな。全く、売り二つの二人なんだよな。それは、これはな。どうしよう、私は本人じゃないのに。説明しても絶対理解してくれないよな。弱そうなふりして人を欺くなんて、ずいぶん立ちが悪いな。ととまる、ととまるに嫌われる。やめてくれ。違うんだ、ととまる。まあ、勝手に誤解したのは俺だけどよ。でもお前、本当のこと言わなかったな。いやまんまと騙されて心配しちまったぜ。だって女の子だからな。女の子だからな、不良じゃなくて。ランコ、ずっと黙ってたわけだよな。え、ここまでコケにされたらやるしかねえよ。ちょ、マジで？マジでやんの？ととまると？ちょっと待って、構えた。本当に割った。いや、僕はととまる。ごちゃごちゃうるせえ。ととまる、どっちが四宿のトップにふさわしいか決めさせてもらうぜ。ちょ、マジでやんのこれ。いや、こっち女の子なんだけど。どうしよう、やるしかないの。なんかお前がやるとか言う。行くぞ。不良用語を使いこなすの。行くぞって。え、お、なんだ、なんか始まった。え、メンチ切り表情選択。何これ。メンチを切るとは、これから喧嘩を売らせていただきますという挨拶です。ちょっと待って、おい、正体表してきたのこのゲーム。バカゲーじゃねえか。何これ、メンチを切る表情を選ぶ。続く単価バトルで単価バトルってなんだよ。何これ、何これ。ちょ、何が始まるんだよこれは。え、マジで喧嘩すんの。喧嘩に勝利すると男度、男らしさが上昇。マジ、ランコ喧嘩できんの。メインストーリー以外の喧嘩はあくまでコミュニケーションの一環です。どういうことだよ。コミュニケーションの一環で喧嘩すんな。え、本当に喧嘩すんだ。いや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 、ちょ、エンカウントしたし。マジか。うわー、ととまるとメンチ切ってる。何これ、恋技書く。え、な、あ、これ選べってこと。いや、恋おかしいだろこの段階で。え、どれ、正解がわかんねえよ。書くでいいのか。書くってなんだ。今から走馬灯を見せてやる。うん、あ、今から、走馬灯を、見せてやる。あ、これでいいの。今から走馬灯を見せてやる。楽しくなりそうだぜ。じゃ、ノリノリじゃねえか、ランコ。走馬灯を見せるな、ととまるに。楽しもうぜ。じゃ、始まったよ。HP ゲージある。なこれ、あ、リズムゲーね。ここはリズムゲーなんだ。いや、これ乙女ゲーだよね。じゃ、殴ったよ。マジで、ランコ、ちょ、ランコ、ランコめっちゃ強いんだけど。ととまる、お前、え、マジ、ちょ、ランコ勝ってない、めっちゃ勝ってないこれ。おお、なんか溜まった。じゃ、勝ったよ。え、勝つのランコ、どういうことだ。え、勝利しちゃった、ランコ勝っちゃったよ。は、止まるー。ちょ、ランコくっそ強えんだけど。は、鬼ヶ島光る。え、なんて強さだ。え、1年トップだよね今、トトマルって。やってしまった。いや、勝ったよ。ランコ何者だマジで。お前、格闘技やってんのか。そういう問題、格闘技やってるからって勝てる、そのヤンキーでめっちゃ喧嘩強いやつに。ごめんね、謝った。ランコ、不本意ながら、 おい待てよ。走馬灯を見せてやるとか言ってたけどな、ランコ。めっちゃノリノリで喧嘩してたけど、不本意ながらやってたんだ。あれは不本意ながら走馬灯を見せようとしてしまったのか。終わった、今日と一日がやっと。いや、怒涛の一日だったのマジで。喧嘩の後、私は結局学校を途中で逃げ出してしまった。まあ、居づらいわな。普通に勝っちゃったよ。入学式には出たけど、厳密には光くんとの約束は果たしたと。あ、確かに。いや、でもどうなんだろう。あれ、退学にはならない、なるのか、どうしよう。まあ、喧嘩で退学にはならないだろうけど。あ、これランコの家。お、無事にご帰宅。お、よかった。ヒカルじゃね、鬼ヶ島ヒカル。なんでだよ。だって、え、誰。いや、やだな、僕だよ。え、ヒカルだよ。ちょ、待って、なんで女装してるんだお前。骨折はどうなった。ヒカルくん、なんでそんな格好してるの。ていうか骨折はなあ、ランコが全部言ってくれるわ。何してんの。ちょっと待って、その制服ってもしかして、あ、ランコの制服これ。そう、
君のだよ。なんで着てんだよ。どうこれ似合うと思わない。いやまあランコと同じ顔してるからな、似合うは似合うけど。いや何してんのマジで。ちょっといつの間に返してよ。ウィッグまでつけてるし、本当に何してんの。やだよ、だってこんなに僕にぴったりなのに。ドラえもんの口で喋るな。お前こいつこんなやつだったのか。だっての意味がわからない。いや本当にな。どっからどう見ても女子高生だろ。いや誰にもバレなかったんだから。バレなかった。バレる。学校行ったのこいつ。そうさ、裏声出して喋ったらみんなすっかり僕を女だと信じちゃってさ。いや骨折は。このまま通っても全然問題なさそう。いや通ってもって、通う気なのこいつ。ランコと入れ替わった。本気で入れ替わったの。ちょっと待って、通う、どういうこと。まさかヒカルくん、こいつ何が目的だよマジで。君の代わりに行ってきたよ。君が通う予定だった女子校にさ。なんでお前が行くんだよ。いや骨折の話マジでどこ行った。だって骨折も嘘だから病院なんて行く必要ないし。嘘って言っちゃったよ。やることもなかったから。いやマジバレバレの嘘だったけどさ、言うのそれ。嘘、骨折嘘なの。なんかまあ嘘だろうな、まあれは。これについては話すと長くなるんだけど。え、立ち話もなんだし中に入れてよ。なんなんだこいつマジで。目的はわからん。ランコ、ほらここ君が暮らしてるとこなんでしょ。ここな、ランコの家か。やっぱりマンション。鈴風児童養護施設。あ、児童養護施設。ランコは両親亡くしてるのか。なんで私はここで暮らしてるのを知って。それは簡単さ。え、君のことはすでに調査済み、じっくりと調べさせてもらったからだよ。なんで調べてる。まあ、ヤクザの息子だからそれぐらいできんの。調べた。まあ要するに君が僕になる資格があるかどうか。は、ずっと探らせてもらってたってこと。資格、資格とはどういうこと。いやどういうことの連続なんだけど。君は幼い頃に両親と生き別れ、ほう、以来ここの施設で育てられてきた。なるほど。あ、生き別れか、亡くなったわけじゃないか。そして不当ないじめに備えるという施設の方針にのっとり、ほう、幼い頃から様々な格闘技を習わされる。何それ。あ、それで強いの。本当に私のこと調べて、幼い頃から格闘技を。だからそう言っただろう。はあ、それでトトマロに勝っちゃった。まあ子供の頃から格闘技を習うなんて別にそんなに珍しいことでもないけど。おう、君がすごいのはここからだよね。なになになに、なんか強さの秘訣があったのか。人付き合いが苦手で、小中学校を通して学校で友達らしい友達ができなかった君は、ああ、一人で過ごすことが多かった。確かに言ってたな、そういうことをオープニングで。その間君はひたすら自室で訓練に励み、来る日も来る日もトレーニングを重ね、何それ結果男子顔負けの強さを身につける。いやまあ確かに男子顔負けどころかヤンキーのトップぶっ飛ばしてたけど。つまり君は小中学校の9年間ひたすらストイックに強さを追求してきたってことだよね。なるほど、ハンマーバキみたいな育ち方してきたんだランコは。それはマジか。つまりそれこそが僕になる資格があることの証明なのさ。あ、強さを持っているということが。ちょっと待って、僕になる資格とか意味がわからないんだけど。いやそれで顔もうり二つならな。もしかして今日の入学式では身代わりのこと、私のこと調べた。なるほど、ヤンキー高校で。それだけのわけないだろう。生き残るために僕は君を私宿に行かせるために下調べしてきたんだよ。私宿に行かせるための下調べ、どういうこと。もう入学式終わってるなあ。え、まだ行けってことこれ。要するに入学式はね。おい、まだ行かせる気じゃねえかこれ。入学式は、いやまあ分かってたけどね、今日だけじゃなくこれからも行けっていうの。男子校に、あのヤンキー高校に。めちゃくちゃなこと言ってるなこいつ。だから言ってるだろう、君には資格があるって。いやいやいや、それだけ強ければあの高校でもやっていける。ちょ待って、ランコの都合が全く考えられてない。そして何より双子の兄弟だけあって。え、君は僕とそっくりだ。双子、入れ替わっても誰も気づきはしないよ。ちょ待って、やっぱ双子なのこの二人。さらっと今すごいこと言ったぞ。え、ん、いや双子。ちょっと待った、今なんて双子って言ったなこいつ。何が双子なのやっぱり。双子の兄弟とかなんとか言ったような気がしたんだけど。まあじゃないと説明つかないよな、この顔。僕と君は双子の兄弟。血の繋がった家族だけど。ちょっと待って、じゃあランコもヤクザの家系なの。
直系なの、その、何それ。だって私は孤児として育って、家族なんて一人もいなくて、なあ、それいつからの話なんだろう。でも小学校ぐらいからか。でもずっとここにいたってことは、まあ、15年間もそう信じて育てば、15年間驚くのも無理はないよね。マジで0歳からなんだ。けどこれは事実さ、僕と君は双子の兄弟。なんで、なんでそれを今まで隠されてたの。だからこんなに顔もそっくり、僕たちは立派な家族なのさ。いや、まあそれは顔がそっくりな理由にはなるけどさ、家族、こんなやつが生まれた時から施設で育って血のつながった家族なんてこの世にいないと思っていた。ああ、天涯孤独だったんだな。本当に私にも家族がいたの。いや、嬉しいとこだと思うけど、乱子的には。私は制服着て女装してる人だけどな。こいつに迷惑かけられっぱなしだからな。まあ、この話はいろいろ複雑だから、詳しくはいずれ話すとして。いや、今話すよ。なんでいずれになるんだ。それよりも今は目下の問題。え、君にはこれからも四宿に通ってもらいたいって話だ。いや、なんで、なんで鬼ヶ島ひかるは四宿に行きたくないの。なんで蘭子に。厄介なことに僕の名前は相当一人歩きしている。あ、ヤクザの息子というだけで喧嘩が強いと信じられ、ヤンキーたちに目をつけられているんだ。なるほど。あとあれだろ、伝説のヤンキーの次男なんだろ。そうだよ、そのせいですごいとばっちりよな。喧嘩しちゃったしな。そのとばっちりを無事くぐり抜け、君は今ここにいる。まあ確かに蘭子だからこそっていう。つまりこれからも四宿に通えるポテンシャルが十分にあるということだろ。いやー、まあなー、なんか説得されかけている。君はこのまま四宿へ通う、僕は女子校へ通う、それで万事解決って話でさ。でもこれお前の都合じゃねえか。全部蘭子の都合はどこが。ゆるすぎる間違い探し。いや、蘭子にとって一時も解決してねえよ。じゃあ通行人じゃねえか。あ、あなたはやっぱこいつも関係者じゃん。いや、すいませんでしたが先ですね。ああ、意外と常識じゃん、この人。もしかしてあなたもヒカル君とグルだったんですか。いや、まあ初めからおかしかったけどな、こいつ。こんな医者いねえよ。ああ、そうだよ、彼の名前は坂口春夫と言ってね。春夫、僕の世話役にして付き人なんだ。付き人。あ、ヤクザの息子だから付き人。まあ いてもおかしくないのか。ちょっと待って、ヤクザの息子で双子の兄弟、しかも付き人までいる家族って、情報が多すぎて処理しきれ。俺もさっきからツッコミがもう疲れてきたんだけど。はあ、ごめんごめん、いろいろ一気に話しちゃったからこんがらがっちゃったかな。いや、こんがらがるっていうか、なんか怒涛の展開だな、マジで。さっきから、あなた世話役ならこの人止めてください。ハルオ、お前ちょっと。いや、止めたいのは山々なんですが。常識人ポジション多い。バカは言い出したら聞かなくて。いや、まあ確かに立場的に言えないのかな。言っても無駄だよ、坂口は僕が幼い頃から面倒を見てくれていてね。ああ。僕の言うことは何でも聞いてくれるんだ。ちょ、ハルオ役に立たねー、役に立たねー、大人だこいつ。ま、言うなれば江戸時代の将軍と老中。いや、知らねえ。そんな感じの関係。分かりづらい。僕以外の言うことには聞く耳持たずなのさ。蘭子の味方が一人もいねえ、マジで。蘭子、そんな俺だけは味方だろ。いや、それにしても若、こんなにもセーラー服がお似合いになるなんて。それにしてもじゃねえよ、蘭子に同情しろよ。やろう、坂口やっぱ見る目あるな。お前女装願望あったのか。やっぱりノリノリだもんね。はい、だってさすがです若。どこがさすがなんだよ、似合いっぷりがさすがってこと。この人たちダメな人たちだ。蘭子が不憫すぎる。こんな人絶対私の家族なんかじゃない。やだな、まあ、これは。明日からもよろしく頼んだよ。頼まれてるし。いや、まあでも断りきれない。もし言ってくれないようなら、え、君の女子校で実は僕が男子だってことバラしちゃうから。え、どういうこと。それはどうなの。それお前が不利益被るだけじゃないの。そうしたら君の名前は即除籍。念願の高校へ戻ることは。ちょ、脅迫じゃん、マジで。脅迫されっぱなしじゃん、こいつに。ま、君がうまくやってくれたら僕もうまくやるからさ。とにかく明日も頑張ってね。ウフじゃねえよ。いや、これ絶対こいつの女装願望を叶えるためでもあるだろう。お前の性癖事情も入ってるだろう、これ。4月5日朝、ちょ、1日経った。というわけで私はまた四宿学園に通うことになって。マジか。いや、まあなあ、まさか再びこの学校に来るとは。めちゃめちゃな展開だけど、まあゲーム的には面白いな。昨日は喧嘩して途中で帰っちゃったんだよな。とまる大丈夫か。はあ、
とと丸くん怒ってるだろうな。今日も喧嘩ふっかけられたらどうしよう。いや、どうなるんだろう。喧嘩に負けたヤンキー。鬼ヶ島ヒカル。うわ、とと丸。この声はとと丸。絶対とと丸。とと丸くん、やっぱり。早速会うなんて。喧嘩に負けたヤンキーってどうなんの？ちょっと辛かせ。どういう対応してくんの？次の日からは。どういうこと？これってやっぱりまた喧嘩？そうなんの？リベンジマッチになるの？これって。早くも心が折れそう。これヤンキーの心理がわかんねえからな、俺。どうなるんだろう。お前、あの格闘技、あ、どこで習ったんだ？そこ、あ、ランコの格闘技に興味が。格闘技、いや、昨日の喧嘩だ、決まってんだろ。ストイックに我流で身につけたんじゃないの、ランコ。ああ、それはその誤信のために。まあそうだな、目的はそうだな。誤信のためそんなレベルじゃなかったぜ。あの効果音的にぶっ飛んでたからな、トトマル。ドラゴンボールみたいな音してたから。あのだー、まどろっこしい。え、トトマル、どうした？まどろっこしい、何が？昨日あんなに考えて納得したつもりなのに素直になれねえ。え、ダセーよな、こういうところ。素直になれないって何？何を隠してるんだよ、トトマル。トトマルくん、どうした？言ってみろよ。つまり俺が言いたいのは、ほう、俺はお前にかなわなかった、それは事実。あ、負けを認めるということか。だから俺はお前を認める。はあ、お前に負けたことをちゃんと認めるって決めたんだ。いや、まあそれは別にいいんだけど。それはどうなるんだ、つまり認める。うん、昨日の入学式で俺は1年の暫定トップだったけど、今日からの暫定トップはお前。ああ、そういうことになるのか。ランコがトップになるの。俺はナンバー2としてお前についていく。なんでだよ。あ、射程になるってこと、トトマルが。え、ちょっと待って、いや、僕が1年の暫定トップ、マジか。トトマルが射程に。僕は学校を閉める気なんてさらさら。閉めるとかまた不良用語使いこなしてるし、ランコ。そういうとこだ。もう遅えよ、お前が俺に勝った噂はすでに流れてる。あ、そうなんだ。みんな実質お前が暫定トップってことで認識してるはずだぜ。ランコがトップに、マジか。嘘でしょ。まあでも確かに強いからな。俺はマジで四宿でトップを取ろうと思ってたんだ。おう、けどお前に負けて分かった、上には上がいるんだなってよ。いや、別にいいよ、トトマルトップになっても。多分ランコそういうつもりないからさ。俺はお前を全力で応援する。四宿制覇期待してるぜ。マジか。ランコの四宿制覇を応援してくれるようになった、トトマルが。お、時間だな。ま、お前はとりあえずトップらしくドーンと構えてりゃいいんだよ。なんかライバルみたいなポジションになると思ったら射程かよ、トトマル。ファン買ってくる側になっちゃった。ちょっと、トトマル、どうしてこういう展開になるんだろう。ランコは言うべきことを言わないから。あとちょっとアホだから。え、男度と乙女度のパラメーターが設定されています。ほう、男らしさ、女らしさ。あ、男度乙女度どっち上げるかでストーリーが変わるんだ。面白、何これ。どっち、でも乙女芸的には乙女度上げた方がいいんだろう、多分。てか男度ってランコ女だし、そもそも。なんかゲージが出てる。トトマルくんの話では昨日の喧嘩で私が1年の暫定トップになってしまったらしい。暫定って何？てかこの展開は一体なんか正式ななんかあんの？そういうどうすればいいんだろう。もうこうなったら女だということをバラしていっそのこと退学しちゃおうかな。ああ、その鬼ヶ島ヒカルもな、道連れに。そんなことしたらヒカルくんの抱負が、まあ、ヤクザだから怖えわな、ちょっとな。どうすればいいんだ。ランコが不憫すぎる、なんか全体的に。あ、あ、狂犬。お前か、鬼ヶ島ヒカルってのは。絡んできたよ。いや、狂犬じゃねえか、お前知ってるぞ、中学時代のあだ名。狂犬が出てきた。つうか、お前の噂昨日から耳にすんだけど、あ、本当にトトマルに勝ったの？疑われている。まあまあそりゃそうか、本当だ、すでにトトマルくんに勝った噂流れているんだ。まあランコの見た目だとな。そうか、それはたまたま喧嘩してたまたま喧嘩しちゃったんだよ。お前何うだうだ言ってんだよ、女みてえなやつだな。女みてえってか女なんだけどね。ランコは
え、こんな、つうか見た目も女みたいになよなよしやん。こんな見た目の男いるか。てめえ本当に男か。え、お嬢ちゃんよ。このお嬢ちゃんとかが当たってるからさ、全然煽りになってないんだよ。まさか正体がバレた。いや違うよランコ、そういう意味で言ったんじゃないよ多分この人たち。女なわけないだろ、僕は男だよ。ランコは分かんないのか。僕は男だよ、だってよ。そんな甲高い声で言われても説得力ねえんだよ。今のは多分ヤンキーなりの比喩表現だよランコ。まずい、なんとかして男らしいところを見せないと。あ、マジで焦ってるじゃんランコ。そういや、お、トトマルが落ちた今、お前の首取りゃ速攻でトップって話だったな。あ、こういう流れになるのか。別にこいつらも、これはまたとないちゃん。こいつらも下になるわけじゃないんだ。じゃあお嬢ちゃんにはおとなしく四宿から退学してもらわないとね。マジか、トトマルに勝ったってことでビビらないんだこいつら。こうなったら喧嘩で男らしさを見せるしかない。なんでそうなるランコ。いやまあいいけどね。よし行くぜ。まあ多分それが一番手っ取り早い方法。男ならチートは根性見せてみろや。男じゃないんだけどね。まあやるか、負けねえだろこんな奴らに。あ、ちまったよ、狂犬とやるんかい。わあ、来た来たメンチ。え、これさ、これこっち行ったらどうなんの、恋したらどうなんの。ちょ、狂犬に恋してみたいんだけど。きっとこれは運命だよ。何言ってよランコ、くどいてんじゃんこれ、脅し文句とか。きっと、これは運命だよ。何を言い出すんの、きっとこれは運命だよ。引いてるじゃん狂犬。狂犬と言われたあの男は引いてるじゃん。喧嘩するんじゃない。なんでくどいた後に喧嘩になるんだ。あ、まあここは普通に喧嘩するんだ。まあ整と一緒だろう。おい、これでランコ殴る。めっちゃ減った、ランコ強え。やっぱり攻撃力がえげつない。勝ったー、さすがランコだ。勝利、勝利したなー。いやマジで敵なしじゃないこれ。いやまあ狂犬は雑魚なんだろうけどさ、トトマルに負けてた。ぶっ飛んでくんだよな喧嘩した後にな。なんて強さ。あ、右の方もついでにぶっ飛ばされてるわ。女どころか男の中の男。まあ手っ取り早いな、物分かりいいな、やっぱなヤンキーたちってな。喧嘩にさえ勝てば納得するから。はあ、はあ、お疲れランコ。これでなんとか大丈夫かな。まあ確かにこういうの見るとランコうまくやっていけそうだな。さすがだなヒカル。とどまる。やっぱこんな雑魚お前の相手じゃなかった。見てたのかよお前。助立ちしてくれよ。とどまるくん。まあそうか、とどまるは女だって知らないから。けどやっぱこういうことになったか。おう。予想はしてたが思ったより早かったな。予想はしてた。あ、そのトップ取りに来るってやつ、他のやつらが。え、どういうこと。うん、どういうこと。こいつらさっき言ってたろ、トトマルも落ちた今お前の首取りゃ速攻でトップだって。ああ、やっぱそういうことか。え、じゃあランコ全員から狙われるってこと、そのヤンキーたちに。つまりやっぱりみんながお前を狙い始めたってことだ。じゃあこういう展開になるんだ。はあ、僕を狙い始める。いや面白くなってきたのこれは。俺に勝ったとはいえお前のその見た目に騙されて。なるほど、喧嘩ふっかける連中が出てきちまう。確かに見た目は全然強そうじゃないもんなランコ。それじゃあこれからもこういう人たちに喧嘩をふっかけられるってこと。お前喧嘩は強いけど、さっきの奴らが言った通りちょっと女っぽいところがあるしな。女なんだけど、ね、え、マジで不良漫画みたいな展開だな本当に。こりゃ舐められないためにも暫定じゃなくて正式に1年トップ取ってみんなに認めさせるしかないかな。なるほど、ランコ1年トップを狙うしかないと。でもそんなのどうやって。いや喧嘩じゃねえやっぱり。まあ手っ取り早いのは出たコンパル、あいつをお前が倒すことだな。コンパル高焼き、なるほどね。ここでコンパル高焼き、あ、入学式にいた人、あいつと戦うと。次は日踊り中のコンパル高行。この辺であいつを知らない奴はいない。え、待って、普通になんか面白いんだけどこのストーリー。中学時代は数々のヤンキーたちが喧嘩を吹っかけたがことごとく瞬殺。はあ。153戦無敗無敵とまで歌われた男だ。すげえじゃん、コンパルめちゃめちゃ強いんだな。トトマルより強いのかな。そんなに強いのあの人、ちっちゃいらしいけどな。じゃああの人に勝てばみんなを認めてくれて、こんな状態からも。なるほど、正式トップになれば。残念ながら
コンパルが喧嘩してたのは中2までなんだ。あ、そうなんだ。以来あいつは格闘技を本気で始めて、喧嘩は一切しなくなっちまった。てかやたら詳しいな、トトマル。コンパルに関して。じゃあ勝負をしたくてもできないってこと？いやでもここはなんとか喧嘩しないと、ランク的には。コンパル高之、あの人と喧嘩をする。おう、トトマルくんが言う通り、これからもさっきみたいに喧嘩を吹っかけられ続けるんだろう。まあトップを取らなければ、私のこと女みたいだって疑ってくる人たちも。ああそういうことか。そういう事情もあるな。そういう人たちを黙らせるために一年トップを取るしかない。いやなんか普通にワクワクする展開だなこれ。ま、この時代にコンパルや他のヤンキーたちがどう出るのかもまだわからねえし。他のね。今日のところは一旦様子見だな。なんかあの屋上にいたイケメンヤンキーもいたしな。トトマルくん、2年生のあいつ、俺が気になってるやつ。はあ、なるほどね。いやマジでクローズみたいな展開だなこれ。今日もなんとか終わった。あ、終わったんだ。よかったな、ランコ。早く帰ろう。こんな学校でもやっぱ一応授業の終わりとかあるんだね。一体いつまでこんなこと続くのかな、ランコ。かわいそうに。まあ不登校になることもできないしな。事情が事情だから。あ、飛ばしちゃった。いつだ、朝かな、次の日かな。1年のトップ争い、ヤンキーたちの構想、私は完全にその渦中に巻き込まれてしまった。女の子が。これからの学園生活、一体どうすればいいのか。いやこれ乙女ゲーだよね。そしてあれ以来ヒカルくんから連絡は一切ない。全然浮いた話が出てこないんだけど。どういうつもりなんだろう。やっぱりこのまま私に通い続けろということなのだろう。あいつはあいつで女子校ライフ楽しんでんだろう。あら、うわ、お小遣いちゃんともらってんだろ。他校ヤンキー、また新しいヤンキー出てきた。ならいい子にしてお兄さんたちによこしなさい。え、何これ、カツアゲ。え、誰が。これは給食費なんです。あれ、学校に出さなくちゃいけなくて。コンパル高之ジュニア、もしかして。知らねえよんなことは。いやめっちゃ似てる、似てるっていうかもう一緒じゃん髪型とか。ほらよこせっつってんだよ。ちょ、コンパルジュニアが絡まれてる。これはいやもうあれってカツアゲ、子供相手に。あ、ランコがそれを通りかかった。おお、1万だって。おい、展開が予想できるぜこれ、この後の。結構入ってんじゃん。少年漫画のテンプレみたいな展開だな。返してください、それは今日学校に。小学生。あ、いや絶対弟だろこれ。あ、ヤンキー、タコヤンキーに。おい、あー、お前死亡フラグを丁寧に立てていってるこいつら。子供を蹴った、極悪非道。お兄さんたちに逆らうからそういうことになるのよ。お前ら着々と死亡フラグが立ってるぞ。子供はおとなしくそこでおねんねしてなさい。もう今から念仏唱えとくかこいつらのために。ちょっとあなたたちなんてことしてるんですか。お、ランコ来た。なるほどね、ここでランコがね。四色校の中山ランコだよ。こんな小さな子供からお金巻き上げるなんて、返してあげてください。おお、ランコ正義感強いね。こういう時行くタイプなんだなランコは。おお、ヤンキーやる気か、ランコとやる気かお前。何、正義感づら、ガタガタうるせえと、やっちまうぞ。こっちのセリフだよ。窓から入店させてやろうか、後ろのコンビニに。返せ。お、コンパルジュニア。おお、さすが強いのか。待てこら。あ、そういうわけじゃない、強いとかいうわけじゃない。逃げられた。普通にお金取り返して逃げただけか。おいおいおい、どうしてくれんだよ俺らのゲーセンで。あ、うるせえよ。今日一日暇になっちまうじゃねえか。安心しろ、ランコがお前らをサンドバッグにして遊んでやるよ。弁償しろやこれ。あ、なんで今から死ぬやつに金渡さなきゃいけねえんだよ。やるしかない。お、ランコやっちゃってくれよこんなやつら。相手は二人、なんとかなるか。二人ならなんとかなる。どうした。お、何、火星が現れた。ランコ、よー、タちゃん強そう。いやさ、こいつが俺たちのお小遣い巻き上げやがってさ。タッちゃん強そう。確かにこいつは戦闘力が高そうだ。カツアゲに会っちゃってたのよ俺たち。カツアゲしてたのお前らだろう。なんだこいつら。え、巻き上げてたのはそっち。増えたぞ、3人いけるのか。ランコ、うちの門をいじめるたいい根性してんじゃん。たっちゃん結構お前どこの学校。たっちゃん結構声高いな、見た目の割には。え、おこいつ四宿じゃ。狂犬、他校の狂犬出てきた。え、マジ。ほんとだ、この校長四宿だ。お前も四宿で見たことあるけどな。何流行ってんの、こういう格好。四宿にはこんなお嬢ちゃんみたいなやついたの。たっちゃんやばいぞ、不良が5人に増えたこいつら。くっ
そういう噂。仲間呼びやがった。天下の四宿も治れだね。キングスライムかよこいつら。どうするランコ。すぐこうなったらさ、え、手っ取り早くこいつやってお小遣い稼ぐしかないんじゃない。2人ならなんとかなるって言ってたけど5人だとどうなんだ。それ名案。ちょランコ、いやでもこの状況は。さーて中金の事件だて。いやコンパルジュニアがきっと、あいつならきっと。きっちり耳揃えて払ってもらおうか。さっきの1万プラス10万で計12万ってとこか。10万どっから出てきたんだよランコ。これはさすがにまずい。この人数一人で相手するのは。いやでもきっと、きっと、よこせよクソゲー。こいつらがさっき丁寧に立ててた死亡フラグが功を奏すはずだ。来たぞ。え、誰だ、まさか。来たコンパル高雪。信じてたぜコンパル。